お疲れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートークです、はい、今週もよろしくお願いします。さあ今日のニュースエブリー、うん、鹿児島の放送で、実は今年度の放送が終わったんですよね、うん、そうですね。明日はカゴピタか。そうなんです、ですね。そして来週からは新年度、新たな形でエブリーをお届けしていくことになるんですよね、はい、大きく変わりますよね、内田さん。そうですね。まあ、なんといっても気象予報士の大平さんをお迎えするということで、もう CM は流れてるんですかね。そうですね、流れてます。皆さん、はい、お見かけされたことあるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、私の一つ上のお姉さん。似たような世代なんだね。そうなんですよ、嬉しいんです。しかもマリコさんなので、はい、マリちゃん、マイちゃんで。あ、なるほど。そう呼んでくれとちょっと嬉しいかなと思ってるんですけど、マリちゃん、マイちゃんっていうような年齢なんでしたっけ。ちゃん付けの年齢ですね。いいじゃないですか。いいですね、はい、大丈夫だと思います。後で怒られる。本当です、裏でうんってしますから、ええ、どんな方でしょうか。大平さん。大平さん、現在も、うん、はい、山口の放送局でお天気キャスターをされていて、はい、もう天気についても大ベテランですよ、ね、そしてあの趣味特技が多彩です。多彩。バイオリンに。バイオリンが一番最初に来るの。バイオリンが一番最初に来るの。そうです、確かに。ちょっと後に持ってくればよかったですか。いやいやいや、いいですいいです。バイオリンが趣味なんですね。バイオリンやピアノの音楽の才能もあり、はい、もう文化系だ。さらに書道は師範を持ってるんです。さらに水泳までできるというスポーツから、はいはいはい、芸術すべての才能を。なるほどね。持ち合わせてるんですよ。そうか、まあ、その CM の撮影とか、あるいはその来週からの準備のためにちょこちょこ会社には顔を出してくれてるじゃないですか。そうですね。でその時にいろいろお話をする中で、どんな性格なのじゃないけど、そういう会話をしてたら本人が言ったのが、結構私毒舌ですみたいな。まだそんな打ち解けないのにいきなり来たみたいな。自分で言っちゃう。そんなこと自分で言っちゃうのって突っ込んだらね、じゃあ今のうちに言っといた方がいいかなと思ってみたいな。面白い。面白い。え、しかもあのその鹿児島に来られた時に、はいはい、せっかく鹿児島に来たから、うん、どこどこに行って帰ります、はい、どこか覚えてらっしゃいます。どこだっけ、仙岩園とか違うな。なんかこう鹿児島の観光スポットとか美味しいもの食べに行きそうじゃないですか。はいはいはい、そうじゃないの。なんと、うん、気象台のソメイヨシノの標本木見て帰ります。あ、なるほどね。そこはね、気象予報士さんだからね。さすがだなと思いました。なるほど、まあ、それいい話ですね。ね、本当に素晴らしい。毒舌っていうのはちょっと置いときましょうかね。いい話で言った方がいいからね。いや、毒舌キャラ、うん、なんか新しい風が吹きそうですよね。そうですね。でしかもあのお天気コーナーのこのお天気を紹介する画面も少しリニューアルしたんですよね、うん、大部分か。だいぶリニューアルして、うん、あの今までは見せられなかったあの風をこう動きで見せられたりとか、何回かも紹介しましたか。紹介しました、うんうんうん、もうあれがまたまだまだ慣れてない部分もあって、私もこうシステムと結構こう向き合って難しかったんですが、うん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 、でもあれは分かりやすいんですよね。そうだね。でさ、あのなんかこう晴れマークがやっぱりちょっと変わってたりとか、うん、ね、可愛らしいなんかこう画像になってたりとか分かりやすくなっていたりして、あの、ね、私が注目しているのはね、スギ花粉の画像ね。スギ花粉の量が多いって時のパーンとこの花粉が飛び散る様子が本当に多いわけよ。わかる。そうなんです。明日は多いなっていうのがものすごく伝わるあの画像、いつも気にしてて、あ、これ警戒だなっていうね、花粉症としては。いや、もう見てすぐ分かるっていうのが一番ですからね。そうそうそう、あの花粉が飛び散る様子ね、ぜひ注目してほしい。そうなんです、木がパサパサしてますから。そうそうそう、これは警戒しなせにはならんなとね、思うようなそんな画像が流れてるんですけど、そんなイラストに分かりやすいシステムにさらに大平さんが加わって。そうですね、もうパワーアップしますよ、お天気コーナーは。無敵ですよ、はい、ぜひ楽しみに。でこれまで一緒に、ね、ニュースを伝えてきた橋口キャスターはスポーツを担当するということ で、うんですね、今年は、まあ、東京オリンピック残念ながら1年ほど延期ということにはなったんですが、これから、ね、さらにスポーツ注目していかなければいけないなということで、スポーツコーナーも力を入れていければなと思っております。鹿児島国体。そうですね、はい、パワーアップします、ぜひ私たちももちろん変わらずニュースをお伝えするんですが、うん、もっともっと
より皆さんに近づいた形で、うん、そして真摯に今まで以上にニュースを伝えていければなと思いますので、こんなところから何かこうしてみたいとか、こんなものを伝えてみたいとか。私は海が好きなので、はい、海中に潜って中継とかどうですか。いきなり来たな。ハードル高いですか。ハードル高すぎるな。それどういうネタを扱うときに。そうですね、なんか鹿児島の美味しい魚とか、錦江湾の地形とか、マグマがこうあれしてますから面白いんですよ。そうですか。なるほどね。難しいな。難しいですか。目標は高くっていうのはいいかなと思いますけど。宇佐さんはどんなところかな。以前ですね、キャスタートークでもこれ伝えたことがあるんですけど、ニュース番組全体ね、まあ、だからこれからは私と塚田さん、さらに大平さん、なんならスポーツコーナーもあれば橋口さんも一緒にね、全部外から伝える。ああいい。これをね、どこかでチャレンジしてみたい。やりたい、やりたいです。全編外から中継。やりたいです。はい、というのをいつかこう実現したいなと思っています。ああ楽しみです ね。来年度、新年度はそれが実現されるのか。できるのかどうなのか。そこも注目して、はい、ぜひ来週からもニュースエブリー鹿児島をどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてこのキャスタートークもよろしくお願いします、はい、引き続きよろしくお願いします。今週もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。